はリラックスクマさんをゲストに迎えてワウワウ第7回目ぐらいをお送りしたいと思います。本日は何しよっか。そうだ、決めたよ。せっかく公園に来たので、はい、公園といえば告知ですよ、はい、なので、9月10月のですね、リリースの告知をしたいと思います。今からその撮る場所まで行ってみたいと思いますので、ではリラックスグマさん、道筋を僕たちに示してください。じゃあ牛から行きますね。では告知をします。絶賛レコーディング中のロックインザパラレルワールドオーケストラはですね、9月の15日、青空ハレーション、10月の20日ポケットロケットを2ヶ月連続でリリースします。ここで、9月15日のシングルの情報解禁をします。カップリングでなんとコランヌ、皆さん知ってるかと思いますが、ライブで定番のコランを、新約聖典という形でですね、新録しましたので、みんな1年半で成長したドッグを楽しみにしててくださいね。楽しみに。そして、11月27日ですねの、ワンマンライブ、はい、ワンマンライブ待ってました。青空ロケットですね、はい、喜ばしいことにチケットの売れ行きが好調だそうです。ありがとうございます。今までで一番熱くて、これからのこれからのそろそろしんどいとの声が、じゃあこんぐらいにときますかね。では最後にリラックスグマさんが締めていただくんで、リラックスグマさん締めてください。これからも頑張っていきましょう。体がめっちゃ重い。じゃあ11月27日ワンマンライブで待ってます。次の放送から真面目にやろうかな。ロックインザパラレルワールドオーケストラでした。レコーディング頑張るよ。もう面白いもんな、全然。そっち行くんだ。こけた。このまま逃げた。あちゃーん。Hello, man.